ヤガチャガチャンネルは。ヤガミハヤテのヤガヤガヤしないラジオ。はいどうも皆さん、ヤガチャチャというわけでヤガミンことヤガミハヤテでございます。というわけでございまして、10月5日の水曜日夜の10時となりました。皆さんいかがお過ごしでございましょうか。というわけでございまして、いやー10月入っちゃいましたよね。もう毎回ね、あの季節煽りというか期間煽りをやってますけども、正直ね、こんなネタこすってる場合じゃないんですよ。今ね、Spotify とか、要は外部プラットフォーム、ポッドキャストとかで聞いていただいてる方は気づかないと思うんですけど、ヤガヤガヤしないラジオ、今回228回目なんですね。気づいたら5年目入ってました、余裕で。という状況なので、なんか多分ですけど、もう、皆さん季節いかがですかとかっていうのは、もうどうでもいいぐらいこすった。じゃあ、何を話すかと言われたら困っちゃうよね。それはね、全くもって別問題なんですよね。いや困った困ったというところでございますけどもね、最近ですね、あんまりラジオには影響値ないんですけど、マイクとかね、カメラとかをちょっとまたいろいろと再検討してるわけですよ。でお金があるわけではないので、すぐに切り替えられるってわけではないかもしれないですけど、マイクはほぼほぼ限界だと思うんだよな。これ以上音良くなるかって言われたら難しい気がしてるんだけど、まあでもね、やっぱりですけど、カメラの映像もそうですし、あとはこのマイクとかもね、今後どういう風にしていこうかなっていうのを最近ちょっとまたカタログいろいろと並べて、うむむむむってやってます。それこそね、難しかったのがね、マイクね。この今使ってる NT1A っていうマイクが、なんでしょう、これがロードってところの会社なんですけど、3万円ぐらいで、ちょっと前まで1回運用してた、シュアの SM7B っていうマイクが5万するんですよ。私はこっちの方が音好きなんですね。なので別に高いお金を払ったからいい音になるわけではなくて、まあもちろんそこにはね、マイクの種類がどうのこうのとか周波数がどうのこうのみたいな、いろんなオタッキーな話があるんですけど、死ぬまで終わんないだろうなこの旅はね。マウスとキーボードが決まっただけでもよしとしますかな。ヤガミンことヤガミハヤテがお送りしております、ヤガミハヤテのヤガヤガヤしないラジオ。本編はね、こんなオタッキーな話はしないでね、皆さんからのお手紙読んでいきたいと思っておりますので、よろしくお願いします。というわけでございまして、本日も30分、よかったらちょっとしたヤガミの小話にお付き合いしてあげてください。よろしく。ヤガミハヤテのヤガヤガヤしないラジオ、今月の築地報告のコーナー。はい、というわけでやってまいりました、今月の築地報告のコーナーです。こちらのコーナーはですね、毎月毎月番組内にて設定されておりますテーマトークに沿って皆様からのお便りを募集しておりますというコーナーとなっております。というわけでございまして、10月に皆さんに募集しておりますテーマトークはこちら、教えてあなたのやる気スイッチの押し方。はい、というわけでこういうテーマトークでですね、皆様からお便りの方を募集させていただいております。というわけでございまして、早速1つ目は、実はですね、今回先発投手よりも先にヒュッと投稿してくれた方もいらっしゃったんですが、先発投手は先発投手の方がいいでしょう。というわけでいつも通りこの方からいきましょうね。こちらペンネーム靴下に収まるけせからいただきました。こちら先ほどのテーマトークね、自分スイッチの仕方、やる気を出す方法ってのを聞いてますね。今月のお題はけせとっても得意ですよ、なぜなら毎日やってるから、ということで、やる気スイッチ押し押しマンのけせですよ、やがちゃっちゃ。はい、やがちゃっちゃ。けせのやる気スイッチの押し方その1、上がる靴下を履く。けせ、仕事場で靴を履き替えるタイミングが多いのですよね。なのでちょこちょこ足元を見ることが多いのですが、その時のテンションの上がる可愛い靴下を履いていると、この後も頑張るぞって思えるんですよね。わーい靴下。最近はやがみさんにプレゼントしたこともある、猫ちゃんシリーズの三毛猫がお気に入りです。その子の靴下ばっかり履いてます。猫可愛いね。ヤガミさんはこれを身につけるとやる気スイッチがつに繋がるねみたいなものはありますか。可愛いね、随分とね。これはなんかすごい普通になんか可愛らしいやる気スイッチの押し方だなと思いました。なるほどね、身につけるものか。個人的にだけどアップルウォッチかな。アップルウォッチ身につけてるときは、今からなんか気合張ってかなきゃいけねえぞ、やるぞみたいな、自分の中での仕事のオンオフのモードが結構ね切り替わることが多いかななんていう風に思いますね。靴下ね、ヤガミね、靴下何にも面白いことないのよ。なんでかっていうと、
24個ワンセットの靴下かなを2個買ってるんですよ。まだ開いてないのすらあるんです。何が言いたいかっていうと、ずっと同じ靴下履いてるんですよ。語弊がないように言うと、ずっと同じ種類の、要はうちの八神家の俺の靴下入れに入ってる靴下が1種類しかないんですね。なのでもうね、基本的にはなんでこれこうやったかっていうと、一番の理由っていうのは、洗濯終わった後がめんどくさい、ちゃんとできてるかどうかみたいのをね、やるのがめんどくさいっていう理由で、基本的には靴下1種類しか持ってないんですけど、あとね、とんでもないお知らせですけどね、YouTube 組の方、録画ボタンを相変わらず押し忘れておりましたので、映像はこの後から入っていきますので、お楽しみください。よろしくお願いします。というところなんでございますけど、そうね、まあなんだろうな、身につけるもの、なんだっけ、ヒップエレキ板だっけ、あるじゃない、あれのね、ネックレスが思いのほかいかつく見えるっていう理由で、あれはちょっとだけ好きぐらいかな。個人的にはあんまり身につけるものっていうよりかはね、俺の場合ね、リュックをどれ持ってくかっていうのがあって、3種類ぐらいあるんだけど、持ってってるリュックが、巾着袋みたいなやつが、なんでもないところに行く用のセットになってて、この前買ったゲームセンター CX の、カバン、トートバッグみたいなのがあるんだけど、それが中ビルドで、リュックサック型になったら、もう MacBook と iPad とか何かしら2種類ぐらい入ってるので、これが一番ね、重たいビルドみたいな感じで、それぞれビルドが分かれてる状態なんですね。なのでリュックサックにネックレス、アップルウォッチみたいな時は、なんか今日仕事がっつり頑張るぞみたいなね、自分の中で気持ちがある程度固まってる時っていうのがちょっと多いかな、なんていう風に思ったりするところでございますね。でもそうだな、そんなもんぐらいかな。それこそ俺、なんだろう、洋服に関しては結構ミニマリストで、それこそたまに着てる服で赤い服があるんですけど、赤い服も4着持ってるんですよ。なので連日会うと、着替えてないのって見えることがあるんですけど、ちゃんと靴下も変わってるし、シャツも変わってるんだけど、同じのを使い回してるみたいなこともね、結構あったりするところでございます。それでは続いてのお便り読ませていただきたいと思います。次はこちら、ペンネーム紫さんからいただきました。ありがとうございます。というわけで、ヤガミさん、こんばんは。ヤガチャッチャです。紫です。はい、どうも、ヤガチャッチャ。今月のお題、あなたのやる気スイッチの仕方ですが、私にとっては毎朝の日課のヤガミさんが前の日に上げている動画を見ることです。はあ、ありがたいね。ヤガミさんはやっぱりきっとこんなことを、だと思うんでしょうが、思うんでしょうけども、外が真っ暗な毎朝4時に起きて家事をする私にとっては、ヤガミさんのヤガチャチャーの元気な掛け声で今日も一日頑張ろうという気持ちになるのです。毎日動画を上げてくださり感謝しかありません。ありがとうございます。私のやる気スイッチはヤガミさんの動画投稿ですが、ヤガミさんのやる気スイッチを聞いてみたいです。よろしくお願いいたします。おー、なるほど。でもね、これで言うと、なんか別にお返しみたいな言い方ではないけども、俺が活動してるやる気スイッチはやっぱ視聴者さんになるわけですよね。もうこれは本当に嘘偽りなく、なんて言うんですかね、せっかくだしラジオだから残りの時間超突っ込んだ話しましょうか。めちゃくちゃ突っ込んだ話しますね。YouTuber としては失敗してんすよね、普通に。チャンネル登録者数自体はね、3000人に近い人数いただけてて、本当にありがたいなと思ってるんですけど、一本一本の動画の再生数で考えたら、YouTuber としては完全に自己レベルなんですよ。活動をやめて叱るべきレベル。うん。収益性のかけらもないし、現状のね、やってる方法だと伸びしろもないしって状況なので、別に今やってる活動をやめてしまってもいいと思うんです、正直。でもなんかそれって嫌じゃないですかね。別に特に理由はないけど、なんか伸びなかったからやんなかったって嫌だなと思ってて、で私の基本的なその思想というか、
モットーみたいなところのお話をして良いのであれば、一人でも多くの人があの動画を見てくれて楽しいなと思ってくれたり、愉快だなと思ってくれるんだったら続けたいって思ってるんですね。で、これはね、結構なんか遡るんですけど、昔ね、うっちゃんなんちゃんの売りなりって番組があって、そこに感銘を受けてるところがめちゃくちゃあるんですけど、売りなりで、ポケットビスケッツっていうね、千秋とキャインのウド鈴木とうっちゃんなんちゃんのうっちゃんが3人で組んでるポケットビスケッツっていうユニットがあったんですけど、この子たちの新曲が破壊されちゃって、新曲デビュー権っていうのが剥奪されるんですよね。なのでポケットビスケッツは事実上活動が中止に追い込まれてしまって、でなんだけど、そんな中手紙でいつまでも応援してますっていう手紙を受け取って、千秋たちがその人の家、千葉県なんですけど、その人の家まで向かって、お家の中でミニコンサートするんですよ。持ち曲3曲ぐらいしか通じないのかな。でその時に千秋が言うんですけど、一人でも聞いてくれる人がいるんだったら声が枯れるまで歌い続けるみたいなこと言ってて、すごいいい言葉だなと思って、でそのなんて言うんでしょう、俺は別にタレントでもなければ芸能人でも有名人でもアイドルでも何でもないんですけど、だけどなんか自分が何かしらの行動を移してそれをアウトプットした時に、それを楽しみにしてくれたりとか喜んでくれる人っていうのがいるんですよね。変な話で言っちゃうとね、だったらなんかもっと有名なね YouTuber とか VTuber とかの配信見に行ったらいいんじゃないかなと思うんですけど、ここがいいっていう人がいるんですよ。でここがいいっていう人がいるのであれば、個人的には戦ってたいなというふうに思っていて、本当に今があるっていう状況なんですよね。なんで本当にね、なんか聞いてくれてる人がいなかったらとっくの昔に辞めててもおかしくないんですよ、私は。って考えると、本当に自分の中でもうちょっと頑張ってみるかっていう風に言わせてくれるやる気スイッチって間違いなくみんななんですよね。だってこのラジオだってね、さっきもそんな話しましたけど、もうこのラジオ228回目ですよ。1年って52週でしょ、だから208週超えた時点で3年5年目でしょ、うん、もうこれ5年やってるんですよ。で5年やってるのに未だに手紙来て、なんか楽しんでくれてる人がいたりとか、あとはずっとね、音源版をアンカーっていうツールを使って、ポッドキャスト版とかいろいろ配信してるんですけど、そちらで聞いてくれる人もちらほらと数字が見えてきて、ああ誰も聞いてねえわけではねえんだなみたいなことをめちゃくちゃ感じてます。だからなんていうのかな、こういうのってさ、結局双方向的に稼働しなければいけないと思っていて、俺が発信したい発信したいっていうだけでやっててもそれはエゴでしかないのですよ。それは完全に自己満足というか G の世界でしかなくて、だけどみんなが聞いてくれることによって初めてこれが企画として成立するんですよね。だからね、私の場合はやっぱりだけど、たまにあるんですよ、殺しに来るようなレベルの水準の誹謗中傷メールとか、一撃でマジで息止まるぐらいやる気なくなるようなメールとか届くことがあって、そういうのが来た時はね、コメント欄をよく見返すようにしてますね。コメント欄にはね、今まで動画見てくれたたくさんの方々のたくさんのコメントが残ってるので、そのコメントを見ることで自分の中の HP 回復するようにしてます。なので本当に私はね、皆さんからやる気スイッチを本当にね、矢上隼人の中の人っていうのは嫁と二人三脚で仕事をやってるんだけど、そこの人生に関しては嫁から、この矢上隼人っていうのは本当に皆さんから何でしょう、戦う武器をいただいて毎週毎週やらせていただいているような気がします。なのでね、私にとってのねやる気スイッチはなんかそれっぽく、それこそファンさんに聞こえるかもしれないけど、そんなこと全くなく、本当に皆さんがこうやって一緒に遊んでくれることなのかもしれません。いつもありがとうございます。ですしね、もっともっとたくさんの人に一緒に遊んでいただけるように頑張っていきたいとはもちろん思っているので、なのでね、ここからまた新しいコラボとかそういうことをいろいろと持ち込んでいくことによってですね、さらに多くの方を巻き込んで、一緒に楽しめるように頑張れたらいいのかなーなんていうふうに思っていたりもしますので、まあ、こちらに関してはね、どういうふうに動くかってことと戦略立てっていうのがめちゃくちゃ難しいので、なかなかね、はっきりしたものが投げられなくて申し訳ないところではあるんですが、ゆっくりゆっくり
楽しみにしていただければなと思っております。このやがやがやしないラジオに関してもね、近々久しぶりに生配信っていうのもね、検討しておりますので、生でね1時間ぐらい皆様からのお便り読ませていただく機会とかも作っていきたいと思いますので、今やってることだけじゃなくて、今やってることをさらにボリュームアップ、バージョンアップした状態でですね、少しでも皆様にお届けできるように頑張っていきたいと思っておりますので、もうそちらに関してはですね、ちょっと長い温かい目で見ていただけたら幸いかなというふうに思っております。よろしくお願いいたします。というわけで、今週は1週目なのでテーマトークの更新はございません。来週新しく11月のテーマトークの方も発表していきたいと思っておりますので、何卒よろしくお願いいたします。いや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 、ありがたいお手紙でございました。お二つともありがとうございました。というわけで以上、ヤガミンの築地報告のコーナーでございました。皆様もお気軽にお便りを投稿してください。お便り皆様からどしどしお待ちしてます。あー、動画が撮れてない、投稿者コメントが貼られてない、サムネイルが間違ってる、あー終わらない、ヤガミハヤテのヤガヤガヤしないラジオ、ふつおたフリートーク近況報告のコーナー。はい、というわけでふつおたフリートーク近況報告のコーナーです。こちらのコーナーではテーマトークの設定は特になく、皆様からのお便りをお待ちしております。というわけでこちらの方もね、手紙は切ってるかな、あ、一通だけあった、助かったというわけで読ませていただきましょう。こちらペンネームあかりさんからいただきました。ありがとうございます。やがみんやがちゃっちゃあかりです。はい、やがちゃっちゃ。当然ですが、最近大人になったなと思ったことがありました。もしかしたら過去に築地王国のお題に出たかもと思ったのですが、やがみさんとお話ししたかったので構わず送ることにしますね。ありがとう、その判断正解です。先日息子とお買い物に行った時に、〇〇円お買い物ごとにくじ引きが1回引けますというイベントがありまして、その時は3回引く権利を得ていたのですが、息子に引いてもらいました。結果は3回とも一番下の賞で、景品はトイレットペーパー1ロールかける3つでした。息子はおやつが良かったなと言っていましたが、私は息子、それで十分だ、よくやったと息子の頭とプリケツを撫でました。そしてふと思ったのです。私も息子と同じくらいの時は、くじ引きを引いて獲得した景品がティッシュだった時は同じことを思っていたなと。自分はいつからティッシュをもらって喜ぶようになったのかなと。これも一種の大人になったなの瞬間ですよね。ヤガミさんは最近大人になったなと感じたことはありましたでしょうか。ちなみにその時のくじ引きの特徴はスイッチでした。あるあるですよね。あー、なるほどね。大人になった瞬間みたいなことだね。そうだね。まあやっぱり思うのは、今おっしゃってもらった通り、ガキの時に感じてたことを大人になって感じた時に感覚が変わってることっていうのは、まあやっぱり大人になったなーってめちゃくちゃ思う出来事ですよね。あとはなんだろうな、まあいろんなケースっていうのがあるのかなとは思うんだけど、なんかここで偉いなと思うのがあれだよね。もっとくじ引きしたいからお買い物するとかじゃなくて、今あるくじ引きの結果を楽しむっていうことができてるのはね、あかりさんも息子さんもね、とっても素敵な親子なんじゃないかななんていうふうに思ったりするところなんでございますが、大人になったなと思う瞬間、そこで言うとね、大人になったなぁなのかわかんないんですけど、その今結局個人事業主っていう立場なので、そのお金の管理っていうのが自分なんですよね。でそこで行った時にね、昔だったらなんだろうな、例えば嫁がさ、まだ彼女だった時にさ、ディズニーランド行きたいねとか言ったら、今度行けたらいいねって言ってたのが、例えば最近で言うとディズニーランド行きたいなって言われた時にしれっと、なんでしょう、行きたいって言ったって、お前仕事ちゃんとやってないじゃん、ブツブツみたいな話した後に、ボソって帰る前に、自分の部屋にね帰る前に、何月何日ね予約しといたよみたいなことが言えるようになったこと。なんか要は大人になっていろんな仕事とかをするようになってっていうのを繰り返しているおかげもあって、ようやくその生活力というものがしっかりと落ち着いてきた状態にもなっているので、おかげさまでようやくなんていうんですかね、なんかそういうちょっとしたサプライズがしやすくなった時に大人になったなぁと個人的には感じる。大人になったというか、そのなんか大人の男の人になったが近いかも。なんかやっぱりだけど、なんていうのかな、ここぞという時にお金が出せる大人ではありたいなと昔から思ってたんですけど、20代は本当に貧乏生活をずっと続けていたので、全然金なかったんですよね、ぶっちゃけた話。
なんですけど、あの少しだけね、あの通帳の中にお金が取っとけられるような大人になりましたので、おかげさまで例えばみんなとか仕事のね、あの後輩というか部下みたいなのがいるところで、ちょっと今日ぐらいうまい飯食いくかっつって、あのちょっと高くて美味しい焼肉屋さんに連れて行ったりできるとか、そういう時にね、大人になったんだなっての思いますね。あーでも思い出した、大人になったエピソードの一番、同じ道を同じメンツで通ってる時ですね。この前、ちょっと生放送では話したんですけど、実家に帰って。で、実家に帰った後で市役所とか行ってたんですよ。で、そこの市役所の近くに、ちょっと安くて美味しくて有名な定食屋さんがあったんですけど、そこ行くかって話になって、親子と、両親と3人で行ってきたんですよね。で、飯食って、で、帰ってってやってたんですけど、助手席と運転席が違うんですよ。もともとはそれこそ助手席と運転席と後部座席も違うか、もともとは親父が運転してて、お袋が助手席に乗ってて、俺とか妹が後部座席に乗ってたんですよね。なんだけど、なんかその日自分で買った車に自分が運転してて、助手席に父親が乗ってて、後部座席に母親が乗っててって時に、なんていうんすかね、自分が子供の時にしてもらってたことを今親にしてるんだなと思った時に、なんかめちゃくちゃ年取ったのを感じましたね。なんか自分も大人になったし、親父お袋も体ボロボロになってきてんなみたいな。やっぱりね、親父とかお袋見てると、腰の曲がり方とかさ、喋り方の時のさ、あの歯があんまりないのかしんねんけど、ふがふがする感じとかさ、そういうのを見てて、なんか俺の中での親父とかお袋の記憶っていうのが多分だけど十何年前で止まってるんですよ。だからこの前会った時になんかめちゃくちゃ老けてて、両親ともなんかジジイとババアになってて、でジジイとババアになってて、なんか話しててもなんか聞き取れないようなことがあったなあという風に、もうあったしとか、なんか本当になんか年取ったんやろうなあっていうのをめちゃくちゃ痛感して、なんかあれですよね、そのたまごっちじゃないけどさ、あのベビーキッズヤングアダルトみたいな感じじゃないけど、俺らも木が一個後ろに行ったし、両親も木が一個後ろに行ったんだなっていうのをなんかめちゃくちゃ痛感しましたね。だからなんつうのかな、個人的に思ってることがあって、なんかそれっていうのが、両親にあと会うのって1日分ないんだろうなと思ってるんですよ。っていうのが、たまにね、実家帰ってね、最近どうだよこうだよ、じゃあねお疲れみたいなことすることはもちろんありますけど、それはもちろんありますけど、結局1回帰ったところで2時間とか3時間とかなんですよね。で泊まることもないし、だからそう考えると、例えばだけど、じゃあ年に1回帰ります、で年に1回帰って、2時間ぐらい交流乗って帰りますって言ったら、10年間で20時間しか会わないわけですよ。だからそれで考えるとね、両親たちの年齢的にも60とかだから、まあそうやって考えたら、あ6まだ50なんかとかだから、それで考えると、なんだろう、もう親父もお袋もあと何回か会ったら死ぬんだろうなーっていうのをなんかめちゃくちゃ強く感じて、帰りの車の中なんとも言えない気持ちになりましたね。なんか何がどういうことなのかってなんかうまく言語化できないんだけど、あーもうカウントダウンなんだろうなこの時間みたいな。でもっとね、両親と一緒にいてあげればいいじゃんっていう意見が出るかもしれないので、ブロッキングなんですけど、もうこれはうちの父親からの教えなんですよ。家族が一番大事っていう、要はどんなことがあったとしても家族が一番大事っていう教えをもらってるので、私にとっての家族はもう嫁との2人の家族なんですよね。要は私が一家の大黒柱と言われるものになってしまいましたから、私がセンターなんですよ、今のこの夫婦生活。2人しかいないですけど、子供いないからね。ってなった時に、親父たちの家族にもちろん長男なんで属してるってことは分かってますけど、もうメインじゃないんですよ。あくまでサブパーソンなんですよね俺は、っていうのをすごい強く自覚していて、
だからなんていうのかな、両親のことも大事にしないわけではないけど、あくまで大事にしなきゃいけないのは嫁さんであって自分の家族であってっていうところの価値観がすごいガチガチに構築されてるので、なんかわざわざ嫁さん連れてまで実家に何回も帰ってたくさん顔合わせようっていう気はないんですよね。全く不可だし、それってだって俺だってさ嫌じゃないよ、嫌いじゃないし嫌じゃないけど、嫁さん型の両親と会う時緊張するもん。普通にめちゃくちゃ緊張するもん、未だに。で緊張するし、なんていうのかな、一緒にいる間ちょっとでも楽しいって思ってもらいたいなとかっていう気持ちがすごい出ちゃう。うん、だからなんていうのかな、家族と一緒にいる時のなんてことないじゃなくて、あーどうもどうも遠いところありがとうございますっていう感じになっちゃう、嫁さんの家族が来ると。うん、やっぱもてなす気持ちが発生してしまうんだよね。でってことはだけど、嫁さんもうちの実家来たらもてなす精神が発生してるわけじゃん。で家族を大事にするってことは、嫁さんのこと大事にしなきゃいけないから、嫁さんの家族も大事にしなきゃいけないわけ。だから、嫁さんの家族のために動くのは全然いいんだけど、なんていうのかな、俺だけ扶養から抜けてるみたいな感じ。って言えば分かりやすいのかもしれないんだけど、そういう感覚値で生きてるので、もう残念ながらね、例えばだけどね、旅行チケットとかプレゼントしちゃって旅行行ってこいよとかいうことはあるかもしれないけど、その時にね、めちゃくちゃ大人になったなって思いました。で、なおかつだけどね、実家に帰るってなると、俺がもう本当に遊んで、もうずっとね、住み親しんでた地域に行くことになるんですけど、あまりにも建物が違うんですよね、正直言って。なんか見覚えがあるものが全然ないんですよ、はっきり言って。でそうなってくると、その時にまたね、なんか大人になった感ちょっと感じますね。うん、要は自分も時間の経過をしているので、だから街並みが変わったんだとか、そういうことをねちょっと受け止めつつ感じながら、なるほどなるほどと思いながらですね、基本的には日々を過ごしてます。だから少しずつ少しずつ、今この収録してる間も時間が経過してるってことは、大人にどんどんなってるんでしょうね。精神年齢は17歳で止まってるんですけどね、正直本当に。なんて言うんです、食ったらね下ネタで笑ってた時代で、頭の中は止まってるので、なかなか自分の中ではピンとこないんですけども、でもやっぱりね、周りの人からはね、それ相応の年齢の動きっていうのは求められるわけで、だから自分たちがどうであれ、どん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 大人にならなきゃいけないわけですよ。大変ですけども。なのでね、今このねラジオ聞いてくれてる方の中にもね、自分はまだまだ子供だって思ってる人もいるかもしれないし、実際に子供のね年齢の方で聞いてくれてる方もいるかもしれないし、いろんな方々がいるかもしれないんですけど、大人になってくってことは、なんでしょう、感受性が更新されていって、ある種完成することだと思うんですね。で、だからこそ完成してない今を楽しんでほしいんですよ。今って本当に一回しかないからね。例えばだけどね、昔はそうだったはずなんですよ。例えばだけど、ディズニーランド行ってエレクトリカルパレードとか見たら、1回目は絶対に胸が踊ったはずなのに、5回10回と行くとね、電飾がピカピカ消えたり光ったりしてるしてるしながらの状態で、音楽流れながら人が行進してるだけのパレードじゃねえかって見れる人もいるわけですよ。だけど絶対もったいないんです、その見方ね。ぜひともだけど、毎回毎回エレクトリカルパレードってまっすぐ楽しんだ方がいいんです。だけど大人になるって何かに気づいてくってことだから、それがどん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 損なわれていってしまったりすることがあるわけですよ。だからこそね、今を生きている間にですね、今をリアルを楽しんでいただきたいとね、すごい少しでもね楽しんでいただいて、いろんなことを頭の中記憶に残していただきたいなと、個人的にはめちゃくちゃ強く思います。なんかすげえ真面目な話をした気がしますが、そんな番組ではございませんので、ご安心ください。というわけでございまして、以上ふつおたとかもろもろのコーナーでした。はい、エンディングのお時間です。こちらの番組では皆様からのお便り募集しております。お便りの方はですね、こちらそれぞれの聞いていただいているプラットフォーム概要欄のところにもございますので、そちらの方からお便りいただけると嬉しいなと思っております。ふつおたのコーナーと、こちら月次報告のコーナーですね、テーマトークがあった方が嬉しい人は月次報告に、なきたい方が嬉しい人はフリートークの方にですね、お便りの方寄せていただけたら幸いかなというふうに思っている次第でございます。はーい。
10月入ったんですけど、あのパーマが取れかけてる気がしてちょっと不安なんですよね。なんかストレートになってきてるっぽい気がするんですよね。なんか結構ねパーマかけてあのいい感じに遊びたかったんですけど、まあトップのところとかまだちょっと残ってる気がするんですけど、なんかねあれだよね、1万何歩払って2時間半から3時間待ったパーマがすぐ外れるのってすごい損した気持ちになるよね。また行かなきゃいけないのかみたいなね、すごい悩ましいところなんでございますけどもね。まあちょっともうちょっとね髪の毛の具合見ながらですね、あの場合によってはまた美容室っていうのも権利を検討かなというふうに思っている今日この頃でございます。さあというわけでね、もういよいよね秋の訪れというところでございまして、半袖がね寒くなってくる日もね増えてまいりましたというところでございますけども、皆さんもねあの衣替えもそうですし季節の変わり目なのでイメージチェンジするならいいタイミングでございますし、あとはね季節の変わり目だから体調崩さないようにしっかりと栄養のあるものを食べる飲んでいただくというのもですねこの時期だと思います。皆さんもぜひともご自愛しながら毎日を楽しく過ごしください。というわけでここまでのお会いは私ヤガミンことヤガミハイテがお送りしました。また来週水曜日同じ時間にお会いしましょう。 See you next time. Say ちゃんバイバイ、おやすみなさい。